パパが家から出てきて言った。親へ急いで帰ってくるんだ。ママがお前に会いたいそうだよ。僕はパパに小声で尋ねた。そいじゃママはもう死んじゃうの。するとパパは静かに言った。そうだ坊や、ママは死ぬんだ。だけど坊や泣くんじゃないぞ。みんな誰でもいつかは死ぬんだ。坊やはただお前は男だ。歯を食いしばり耐えて行くんだ。どんなとこでも弱音を吐くな。男らしくやるんだ頼むぞ。僕が走って帰るとママは白い顔してベッドに寝てた。僕に優しく笑ってみせた。坊や元気で大きくなるのよ。僕もママに笑ってみせた。だけど僕は見たんだ。その時ママの瞳に浮かんだ涙を。ママは泣いているんだ。僕のことを心配してんだ。自分が死ぬということよりも僕のことだけを考えているんだ。僕は思わず髪に祈った。どうかママを助けておくれよ。Oh.
僕は男さ、そのあくる年、あの戦争でパパが死んだと聞いた。約束守った。